はい、それでは、えー、歴戦人講師の宮口です。弁理士の宮口です。どうも、こんにちは。本日はあのどういうテーマかというとですね、えー、論文の豪華発表後からでも挽回できる論文上級当連フル活用術ということで、えー、まあ歴戦人講師のあの宮口がお送りいたします。どうも、はい。 今年,今年というかもう去年の便利試験がね合格発表があの翌年になるというあの異常事態なんですけどね、えー、しょうがないですねこれは4か月も遅れてますんで、ね、本来5710ときますよね57105月7月10月ですよ123次,次試験それが4か月遅れですから9112、えーまあ、月と。 <laughs> えーまあ、だから1月にまあ論文の合格発表があるんだけどねあのちょっとこの収録がまだあのご合格発表の前にまあ収録してるもんですからその、まあ、正確な数字はちょっとまだ言えないですけどあの、まあ、4分の1以上、ね、<laughs> 担当に受かっている人たち。 その中で、えー、論文試験を受けますからあ約4分の1これもほぼ毎年安定してます、えー、パーセンテージでいうと25%の合格率大体その前後で動いてます担当みたいにねこの年によって大きくこう合格率が変わるということはないんですねで、まあ、4分の1受かるということは裏を返せば4分の3落ちるということでしょ、えー、でねこの4分の1っていう数字なんですけども まあ、どう思うかですけどね。えー、どうですかね。四分の一も受かるっていう感じですか。四分の一しか受からないという感じでしょうか。これはね。あのー。まあ、私がね、受験生の頃っていうのはね。あのー。担当に受かるか落ちようが、毎年担当から受けてたんですよ。だから、そういう状況によってはね。その四分の一というのは。なんか楽勝だなっていうイメージがあるんです。 しかし今の論文試験はあの担当に受かった人たちだけの戦いになるので、まあ、それなりにあの層が厚いというかねあの全然あのダメな実力のない人が受けてるわけじゃないので、まあ、やっぱり4分の1に入るというのはね結構大変なことなんですよ。えー、なので、まあ、例えば当連なんかでねあの4分の1に入っとけばいいわという考え方だとあの落ちますね。 特にまあ簡単な当連とかだったら本当にもう偏差値でいうと常に60以上これをキープしないとだめなんですよ。ね、で、まあ、やっぱり最近の本試験見てお分かりの通りねあのやっぱりハイレベルの問題が、ね、出るなという感じがしますね。ええーまあ、ちょっと見ていただきたいんですけども えーまあ、今年、あ今年と言わない方がいいね、令和2年の、まあ、問題ですけどね、結構問題文が長いというか、ねあのまあ、大体、大問で、えー、2つ出るんですけど、その2つの中でさらに、設問1と設問2に分かれてるっていうね、まあ、結構、長文読解力は要求されるなという感じですよね、えーで。で、その一方でね、 あのまあ、試験委員はあまり余計なことを書いてほしくないというあの意図が見て取れますだから、まあ、あの何でも書けばいいぞという指導方針だとですね受からないいと思いますなぜかというとねあのこのこれ見てくださいねえー、っとほらあの説問に、えー、示されてない事実をあのえて論じる必要はないって言ってるでしょ最近これ多いんですよあの ほら説問1もそうです各設問に示されたいなは事実をあえて仮定し論じる必要はないつまりもう仮定したあれこれ書くなと、うん、問題文から読み取れることだけでいいと、うん、だからその昔の便利試験とちょっと性質が違ってるとで昔は問題文が短かったんでねあの抽象的でちょっと何書いたらいいか分からんような問題が多かったんで結局家庭系でまあ あの仮定して肯定したり、仮定して否定したりすることが多かったんですよ。でも最近はね。もうあれこれ書いてくれるなという方向です。だから、やっぱりあの設問の数は多いんだけど、もうバシッとなんかこのポイントをね。あの明示するようなあ。そういう答案。まあ、だから感覚的には担当試験の丸ルバツがまあ結論で言うとイエスノーだよね。 でそれに対する理由付けみたいなのが担当の解説にも載ってるじゃん丸とか書いてあって解説がね、まあ、その担当の解説を書く感覚だよね求められてるレベルっていうのがあだからねあの今の論文試験って本当の意味での論文試験と言えるのかどうかは、まあ、ちょっと疑問です論文っていうのはやっぱりその論述力を見る試験だからねその何ていうか冗長な文章でもあの論理的に深く。 それから名跡に書けるかどうかを見るのが本当の論文試験なんだけど、あのそうするとね採点が大変なんですよ結構あの自由度が高すぎてだから最近の論文試験は採点が比較的しやすいようになってんだねまあだから論文はあのまあ論文試験とはいうもののまあ説問を増やすことによってその聞いてることがより明かり明らかになるからまあその 争点を絞ってね何がテーマであるか、まあ、そのテーマが分かっているかどうか、まあ、それを示すことができればいいんですよ明らかにその条文に反しない反するようなことを書かない限りは受かりますねであとね「まあ、あの特実通」なんかもそうですよねこれも問題1と2に分かれてるんですよああ問題1と2に分かれてるっていうよりは あの説問が4つありますね、これはね、うん、特実2は。あただ、まあ、侵害系と審判系にこう,うまくバランスされてるなという感じがしますよ、えー。で、あと、そうですね。あの まあちょっと出典はですね、あのー、サムスンアップル事件知財交際平成26年あたりの判例を聞いてるんですが、まあ、ただあれを知らなくてもね、まあ、間接侵害の精進論って実はインクタンク事件の知財交際なんかでも判示されてるので、まあ、そののの飲み品を購入するとね、えー、精進するみたいな知識は、まあ、大なり小なりその まあ皆さんがどの程度勉強するかにもよりますけどまあ一度は聞いたことあるんじゃないでしょうかねまあだからそのサムスンアップル事件を知らなくても書けるんじゃないかという気はしますただやっぱりそのやっておくに故障とはないねそういった意味でその基礎的な答弁だけではどうしてもそのカバーしきれてないところが出ますねえそうね衣装なんかもまとめにくい問題だよね衣装はね あの関連書がテーマの問題が出てるんですよ、こ去年ね、関連書の事例問題が、まあ、ただね、まとめるのが大変ですよ、結構ね、受ける権利の一部上等を書いてみたりとか、まあ、十条のね、十条もほら、前は4項までしかなかったけど、今、8項まであるからね、8項の中でその抽出しながら書いていく必要がある、しかも、衣装がイロハ2まで出てくるよね、結構大変だ。 まあ、登場人物は唐つだけしかいないようだけどあの衣装は色派に4つあるからねはいであとね、えーうん、問題にはねあ,のあれが出てる典型的な問題がねこれはあの「侵害系被告パターンね典型的な問題が出てますよ」ね、ただあの類似かどうか分からんので物品が、うん、形状は同一とか言ってるけどね 物品があの類似かどうか分からないですよ、まあ、だから、場合分け能力を聞いてるね、これはね、うん、これ、ほら同一とか言ってるじゃん、ええまあ、だからね、まあ、やっぱりその、基本は基本で出してきてると、基本的なね、次の商標もそうですよ、ほら、一行問題の、結構これ、簡単ですよ、金銭的請求権の発生要件とか、効力、行使時期、消滅でしょ、これ、基本問題ですよ。ええ だからこれはまあ論基礎当連レベルでも何とはなりますがね、えー、しかし問題にはねこれはもう、まあ、やった人なら分かるけどね、えー、後発的無効流を聞く問題が出てるんですしかも4条1項3号の四条一項三号の後発的無効流、ねまあ、問題文もね4条1項何号でしょうって聞いてんの、ね、よ4条1項何号でしょうとこの FIF ね、うんまあ、私もあの直前系の講座でフィットで当てましたけどね フィットの事案ですけど実は皮膚で出ましたね、41項3号的中はしてます。だから、まあ、こういう41項3号っていうのはね、まあ、宝くじじゃねえけど、あんまり出ませんよ、これ、うん、まあ今年出たぐらして、来年出るかというと出ないと思いますね、ただでさえ41項3号ってマイナーなんだから、うん、まあ、それにしてもね、その最近、やっぱり意表をつく問題が出てるということで、 まあ、論文上級登壇を、ね、あの受けていただきたいんですよ。で、論文上級登壇ですから、あのまあ、はっきり言ってその名前からしてです、ね、もうやっぱり、まあ、自分は定休だからやめとこうかなという人も多いと思う、ねまあ、それはそれで構いませんが、あのやはり、つわものと、まあ、いうかね、やっぱりこのチャレンジ精神旺盛な方、受験生はね、ぜひ受けてほしいんですよ。やっぱり そのこのぐらいの問題をやっておくと免疫力がつく、ね、コロナもそうですけどあのワクチン接種により抗,抗体ができてあのウイルスに打ち勝つことができます悪いウイルスにねあのそれと一緒論文上級トレーニングを受ける論文上級トレーニングはもある意味ワクチンだよこれ、うんうん、それであの体制を高めるとこれを受けてないとやっぱり怖いよね、うん、怖いと思いますあの受けてなくても受かる人は受かると思うんですがでも不安だよね 何が出るんだろうってでも論文上級答弁を受けた人は、まあ、やっぱり上級的な問題を出しますんで私はね、あのー、これはちょっと圧倒と驚く的な問題出してきますんで、まあ、なので、あのー、やっぱり免疫力っていったところがつくでしょうねで当て、あのーまあ、にも行きますから当てにも行きますで現にこれはあのー、去年1個前の一個前の大の上級答弁ね えーまあ、上級まあ名前は、ね、カスタム闘練という名前だったんですけど、もう実質上級闘練ですわ、えーであの、去年ね、カスタム闘練という名前にはしてたんだけどあのその、どういった層が受ければいいのかというのがちょっと曖昧になったというのがあってね、あのもういい,いいやと、上級闘練の方が潔くないうん もう俺はあの基礎もできてないから受けるのをやめとこうかなという判断もできるじゃんいいんですよ上級登連というこのネーミングがまたいいですわね俺もある程度勉強したから受けようかなという、ね、そういう人は受けてほしいしまだ入門の、ね、秋ぐらいから始めたような人は、ね、とてもとてもその受けるような段階ではないと思いますしねそうそう名前によってやっぱりその分,か分からなかったりするとまずいですよね。 もうこれ上級トレンですからねもう上,級、まあ、上級者以外は受けるなっていうことではなくてもうやっぱりある程度勉強してきててねその基礎的なところはやってきたかなっていう人たちは受けてほしい、ええまあ、やっぱりその問題なのはねあの知ってるか知ってないかっていうところでまずその安心感が違いますわね知識が多ければ多いほどやっぱり安心につながります。はい でどんなにこの知識が多くても、まあ、我々プロでもあの見知らぬ問題が出たりもしますよ実は知ってる問題なんだけどそれにちょっとあの気づくまでに時間がかかるということがあると思いますだからその何がテーマであるかを気づくための時間をね短縮するためにどうすればいいかというね、まあ、そういう訓練にもなってくるわけです、ね、はいなのでちょっとね皆さんあの上級トレンのね えー、パンフレットを見てみたいと思いますから、はい、まずこういうパンフレットになってます、ね、カラフルな「論文上級等連はい、12月は弱点補強1月から切れ目のない陶錬で力を維持するともうすでにねあの始まっているんですよえただまあ落ちた方はねやっぱりその上級的なところが足りなかったんだろうというところがありますからね はい、ちょっとあのパンフレットもよ読み上げますからね24ページというところでこれね、はいえー、本講座のポイント、はいえー、試験後に本試験と同等以上の問題を解くことに意義があると、ねえー、受験経験者のための答弁だよとそう本試験と同等以上の問題を解くことにやっぱり意義があると思います。 ね、やっぱりさあの生っちょろい練習してる人って試合で勝てないと思いますよ普段からやっぱりね相当やっぱり練習してないと本番でいい試合とかねアーティストだったらいいパフォーマンスができないと思いますだから私ね、まあ、余談な話をするけどアーティストのコンサートはね、まあ、自分が応援したようなアーティストはねコンサート行くようにしてるんですよちょっとでもコロナだから行けないけどね あのストリーミングで行ったりしますけどそうするとやっぱりねやっぱすごいなと思うわけですよ相当これ練習と訓練してるなとでやっぱりね大したことのないアーティストっていうのはもうなんかぶつけでやってるからね分かるんですよねああぶつけでやってるわこれ大したことのえわともうね金出してねあの見に行く価値聴きに行く価値は全くゼロだね,ね だからそうじゃないアーティストはもう心から私も応援したいしねでやっぱり自分自身も、あのー、そ,それをこう励みにやっぱり仕事にも活かせるわけですよ、はい、で通常、当連で出題される問題にはインプット講座の進捗状況に合わせたレベル設定がなされている、A、あのよって初期に実施される当連で扱われる問題はどうしても基礎的な内容にならざるを得ませんつまり何が言いたいかというと初期の当連というのは、ね、範囲が分かっているんですよ。ね もう新規制進歩制、まあ、せい,ぜいその二重九条のあたりしか出ないとかねああ、まあ、今回はあの職務発明が出るだろうとかね、まあ、そういうそのもう分かってますからね、えー、今回は補正分割変更だろうとかねああ意見書補正書分割あたりだろうとかね分かるわけですよ。うん でえー、まとまったインプット報酬が必要なまだ準備段階の受験生にとってはそれが最適なのですがすでに、ここ、はいンダのようすでに本試験であの勝負できるレベルまで学習が進んでいるあ受験生にとっては、まあ、そのような当ンでは意味がないあの基礎的なねそうそうそう要するにあれだよ、ある程度スキーができるのに暴言教室に入るようなものだよ。スキーので それちょっとああのアホちゃうかって感じですよね,ね。なんである程度滑れるのにあの暴言教室に入るんだと、ね。スキーの初期の初期みたいな。ね、だからそれは、ね、もう貴重な時間の、ね、浪費につながりかねませんのでやっぱ中級レベル以上やね少なくとも。はい、でそこで本当連であ本試験レベル同等以上の問題にあたり、はい、蛍光ペンも使いますね。 えー、まあ、私の事業の真骨頂でもある蛍光ペンを使いますから。はい。で、問題を、えー、読解し。はい。論点を抽出。論点はね、イエスかノーかはっきりしないようなところやね。はい。まあ、論点ですから、どっちもいい場合があります。結論はね。はい、オレンジです。論点は大体オレンジで私塗りますから。答案構成を行いか。あ、答案構成ね、黄色がいいかな。 まあ前段階まあ準備段階だよね、答案構成というのはね、そう、下書きですよ、下書き、そしてえあの使ってないのを赤で牛乳にしようかなは、いはい全文書きに至るという、このプロセス、この論文的な脳の使い方を維持しつつ、それでえ論文合格を目指すと。 ねまあ、やっぱり、あのー、訓練、ね、1回だけじゃなくてこれ 10, 10回ですから、まあ、そのいい意味での習慣が、ね、身につきますいい習慣いい作法が身につきます、ねまあ、私はあのー、一貫した指導をしてますんである問題と別、えー、また同じような問題が出た時には同じような指導をしますから。 ね、あの時はこうだったけど、あ今回はあああの前回と違うみたいなね、受験生が惑わされるようなことはないです。ええはい、本試験未出題論点、判例であ現場思考を磨けると。はい、あの本点論点ではあの、そうですね、まあ、どっちかですね、未出題論点か、あるいは判例の出題。ええあのまあ、毎回判例というわけではないんですけど、例えば、 あの基本書のねまだ出てない話だとかそういうね、まあ、重点的なポイントを出していきますねえー、っと理由付けもありますねなぜそういうところを聞く必要があるのかというと、えー、やはりまだ出題されてない重要な知識を確認すると同時にね予想準備のできていない論点が出題された時に あのいかに失点せず守ってかけるかという、まあ、独学では困難な訓練積み上げるためねまあ一番ねあの身近なところで言うと改正事項なんか密室罪の論点だよね改正事項は確実にそうでしょ、まあ、あの令和2年に関連書出ましたから、まあ、関連書はもう密室罪の論点ではなくなったですけどねただやっぱりそれでもあの関連書にまつわる、えー、例えばそん存続期間とかね 前は設定登録から20年だったけど今度は本省の出願日から25年になりましたからねあの存続期間の趣旨とか聞かれる可能性もあるでしょう、うんそ,うはい、それから禁じの傾向に対応した答案作成指導と。 はい、従来論文試験は採点表に基づき必要な論点が漏れなく上がっているかどうかを基準として採点されているという認識が一般的でしたが論理的展開力を見ているということになると少々事業が変わっています論点が上がっているかどうかに加えて、えー、その内容や論旨の流れそうですただね、項目が上がっているかどうかはなくて内容やな論旨の流れ えー、までもが評価の対象となっている特にこの流れですね、これがね、重要なんですよ。ええー、流れが悪い答案というのはあの、残念ながらね、項目がいっぱい書いてあっても、落ちる可能性が高いです。えー、で、あとあの、われわれの弁理士の仕事においてもですね、その流れが悪い人は、なかなか苦労すると思いますよ、明細書にしても、意見書にしても、答弁書にしても、訴状にしてもね、流れが重要ですから。 はい、そうですで新焦点もやっぱり必要な要素にしてますはい論旨の流れそれから読みやすさ、ええあのー、そういったところを基準としてますええだからねあの何、ー、て言うんでしょうね一発合格者っていうのはまあ1年,しか1年しか勉強しないのに合格した人っていうことでしょうということはもうねやっぱり知識じゃないんですよええ まあ知識じゃないっていうのはちょっと言い過ぎかもしれません知識は最低限あるんだと思います担当も受かってるからねでもさ知識で受かるんだったら絶対もう長年やってる人の方があが有利ですわねでそんな中で一発合格者が出るっていうのはやはりここだと思いますよ流れとかその読みやすさうんうんこれねこれ非常に重要なファクターだと思いますあのこれが優れてる人はあのやっぱり早く受かりますねええー やっぱり、ね、どろどろとした文章を書く人は受からないです、受からない傾向があります、受、ね、かりにくい傾向があると、そんなところですからね、はいまあ、大体分かりましたが、でまあ、全10回で、それであの、まあえー、特日はやっぱりねあの、どの当連もそうですけど、回数が多いと思います、433、はい、433、ね、で、えー、全10回ということになります。 でね、まあ、ちょっと他のの通とまあ違う点が一つあるとすればねあのちょっと気をつけてくださいね、特日も90分です、ほら、だから特日衣装全部90分、あああのええー、と思うかもしれませんが、それはね、やっぱり問題文が難しいんで、その特日も90分で1問解いてもらおうというね、えー、そんな感じですわ、ちょっと酷なんでね、120分で2問だと酷なんで。えー まあ、あのこういう討論もあっていいのかなというふうに思いますので、ねまあ、特色を出しているというふうにあの理解していただければいいと思います。はい、で、他の討論は、ねまあ、例えばあの実践討論なんかもありますけど、えー、えっとこれかな上級討論 あこれ、ベースアッププラスっていうんですか、なるほど、はい、えーまあ、上論文上級等連パック、ベースアッププラスっていうのがあってね、あのー、ほら、論文上級等連ってあるじゃん、で、論文実践等連ってあるよね、完成等連ってあるよね、やっぱり特色が出てますね、まずもうその名の通り、論文上級、上級者向けですよ、これは。えー、で 論文実践というのはね、中級者向けああ、中級者、中級れんって感じかな <laughs> まあ中級っもね、あの、難しい問題も出てますけどね。まあ中,中級という位置づけです。はい。で、論文完成れんはね、ちょっと上級とか中級とかそういう次元の問題ではなくて、その本試験同様のその、特実移章という、あの、感覚、1日のそのスケジュールの中で、 行わわれれる当連に慣れていこうというと趣旨ですわ、まあ、レベルはねまあまあ,あの骨がありますよ。はい、でベースアッププラスというのはね、あのー、これ審査基準がねそうそう特に、あのー、去年でいうとね意証法ですか意症法はね条文だけじゃ多分乗り切れないと思うよ関連意症とか特に審査基準なんかもね熟知してないと絶対無,無理ですね。 あの条文だけじゃちょっと簡潔すぎるんで、まあ、あらゆる事象をこのあの包括してると言われるとあのしてないと思いますえだからやっぱり特許庁の審査基準というのがあってあのい,ろんないろんな細かい場面を想定してルールを作ってるんですよ、まあ、条文に反しないレベルでねだから条文自体がこう抽象的なのでその抽象的な、えー、内容をこの「 具体例とかをふんだんに取り入れて明らかにしたのが審査基準、うん、だから、まあ、実際に審査基準を勉強すると、まあ、条文の理解もさることながらねそのなんていうかもう受かってからも役に立つというねそうでしょあの実際の実務は審査基準で動いてるわけですから、まあ、受かることにも役に立つしあの受かった後にも役に立つというねそれが審査基準です。うん、逆に言うとあの受かった後は、ね、条文あんまり 条文はあまり役に立たないというか知ってて当然みたいな、うん、それはもう礎、うん、条文というのはもう我々弁理士にとってはも最低の最低限の礎ですから、うんまあ、そんなの知っててもあんまり役に立たないというか、ねまあ、知らないともっと足元にも及ばないんですけど、うんまあ、知らないのはだからね、必要条件条文は必要条件あ審査基準十分条件という感じです。ね まあそういうのもついている、このベースアップ講座がついていないのもありますからね、まあ、新作紙は、まあ後でいいかなと、ねまあ、なんていうか、もうちょっと後でもいいんじゃないのという人は、まああの、あれ、それでもついてるの、これ、ベースアップ講座シリーズ、あん。これはあの全体的なスケジュールですね。 もうほらあの12月から受けてる人は受けてますよね審査基準のね、えー、講座はね3回3回、えー、特実3回異称商標合計3回、えー、つまりあ合計で言うと6回だね3足す3で6ですよ、えー、でまああの今1月だけどね、えー、論文上級トレー受けてる人もいますもうすでにあのあの担当でつまずいた人とかはね。 えー、もう確実に受かる見込みが今年はあの去年度の便利試験において受かる見込みはもうゼロですからあの来年に向けて来年っていうか来年度って言った方がいいかな令和3年度便利試験に向けて頑張ってます、ね、もうすでに上級討を受けて質問来ている人もいますはいそして、えー、論文実践討練、えー、これはですね 全16回ってどういう意味,どういう意味だこれ全16回の意味がよくわからない。あ全16問ね、失礼しました。全16問でした、はい。なんで12回なのに16回なのかと、そうじゃない、16問、わ、はい、かりました、これはね、あの、特日が2問出ますから、えー、で、第4クールまでありますからね、まあ、12プラス4で16問ということです、特日だけ2問出ますから。 まあそんな感じです、はい大体位置づけ分かりました、はい、もう論文上級答弁に対して実践答弁は中級答ね。そんな感じです、はい、で審査基準なんかはオプション,オプションですかねこれもうついてるのかなちょっと待ってよこその辺ねすいません私もちょっとこれはベースアッププラスだからまあついてるんだねこれね。 もうこのベースアッププラスというものについてるんだと思いますでお値段はここに一覧表がございますのでねあの4ページに、はいまあえー、っと20万とかもあのかかりますけど結構ね当連とかあのあの採,点者採点しないといけませんので、ね、その採点料とかもあの込みで あの値段が設定されておりますねただのほら我々の講義を聞いて終わりじゃなくてまああの採点講師による採点がねついてますからまあこのような値段にはなりますけどバラバラで取るよりはあの安いと思いますからねえあのお得にあのなっておるというふうにあのご理解いただければと思いますね。はい えーまあ、スタンダードというのもあるんですけど、論文上級等連パックではなくて、スタンダードコースというのもありますけどね、あの上級等連の入ってないコースも一応ありますけど、はいえーまあ新作にはここにもありますね、はいはいまあ、ただ、上級等連ね、できるだけ受けてほしいなというのがありますね、やっぱり最近、論文の,、ね、あのレベルが上がってますから。うん いや先生簡単でしたよっていう人がいるんですよ去年の令和2年のね論文試験いや簡単でしたよとで私ね、まああのたまあ、楽,し楽しみというかあまだほらあの最、まあ、論文の結果分かってないからね大体い,い,いつもそうなんですけどいやもう全然だめでしたわという人が大体受かるんですで本当ですよこれでああ結構できましたという人が落ちてるんですよだから今年もそういう結果になるのか いいやいや本当にできてるっていう思ってる人が受かってるのかね、まあ、それがどうなのかっていう意味で楽しみです、ええ、それ落ちるのは楽しみじゃないですよみんな受かってほしいですから、ええ、それをもあのみんな受かってほしいねただなんかあの変に自信持ってる人は体が落ちますからねあのやっぱりそうかなっていう結果になるのかあやっぱ自信持ってる人は受かるのかっていうね、まあ、そこがちょっと見どころかなっていうふうに思ってますよ。 ねえ私はね今年の論文あ令和2年の論文本式はねそんな簡単じゃないと思うよあ、まあ、ま,てるめまとめるのがそもそもねあの大変だしね、うん、だから多分ね項目だけ上がって満足してるんじゃないのなんか自信がありますとかいう人は多分それだけじゃ受からないですよやっぱりその理論整然としたまとめ方ができてないと受からないと思いますねはい。 そうだねであとはね、えー、あ学習経験者コース受講生割引というのがありますからね、えー、っとこれは、えー、っとどういうことで割引なんでしょうちょっと見てみましょうかこういうの重要ですよね。 えー、2021年合格目標のレック・便利士学習経験者コースをお申し込みいただいた方あいわゆる中上級あの向けの,あのインプット講座かなートータルサポートコースとかあの論文担当一期合格コースとかあちっちゃく書いてるけどねちっちゃく書いてるけど意外と重要なことですねこれトータルサポートコース私がやってる中上級ですよね。あの まあ他の先生もやっているコース、トリニティ私がやっているコースやね、はいまあ、そういうあの論文中上級、インプット系を受けている人はまあ安くなるというそういう意味です。はい、で、えー、っとですね、これ結構ね、的中もしてるんですよね、あのこれ、ね、私の今日のレジュメなんですけども。 はい、この論文上級答弁フル活用術なんですけどねこれはあのサンプルえ、あのー、去年の上級トレーまあ去年はさっきも言ったようにカスタム答弁という名前だったんけどこれ、適中しますよちょっと問題はもう買ったりい,いから読まないけどあの論点見れば、ね、分かりますよ、ほらこれほら在外者の特訓人とねそれから日本語特許さん特にこのパリ優先権が出ましたよね。えパリ優先見と あのこの辺、見事に的中じゃないですかこの辺ほら、えー、そうですよこの辺はもう見事に的中ですねはい、そんなところですよこの電動性戦意事件なんてねまさに肉の2とパリ優先権の関係なんですよ肉の2とパリ優先権の関係ねこの電動性戦意事件。うん これ、もある意味本当に的中してますねこなんで重要かというと国内優先権だったらどうかという話があって国内優先権だとあの先のスガンがみなし公開されるじゃないですか29条の2の適用において、ね、相手方のスガンをやっつける時に。 あの優先権賞を伴う後の素顔ではなくて優先権の基礎とされているあの先の素顔これが隠例になるじゃないですか41条3項という条文でところがパリ優先権の場合にはねみなし公開という条文ないんですよだからまあど,どうなるのかという話で、ま、ずこの判例がそのちゃんとそれを言ってくれてると伝道性繊維事件というやつがねえ結局みなし公開がないのでパリ優先権賞を伴う後の素顔 まあ実際に我が国の特許庁にする出願のことですけどこれがまあ拡大線画の地位を有するとねえパリ条約の4条の B というねあの優先権の効果がまあ認められるわけですよ。まあそんな感じだねどの辺かなああこれかちょっと答案も見ますけどね。 これはあのあそうだね、党連には、ね、攻めの答案と守りの答案というのがあるんですわ。で、この攻めの答案というのはねあの、結構ぎっしり書いてます、ほら、でもう左上から右下までね、まあ、あまり私、個人的にはこういう答案が好きじゃないんですけど、しょうがない、これは攻めの答案だから、でもほら、守りはちょっと少なめですよね、うん、税、まあ、肉をそぎ落としてねシェイププ、シェイプアップしちゃうような答案になってますから。まああの 全然、ね、守あの攻めは多分時間オーバーになると思いますからねあのだからねこういう使い方をすればいい基本的に守りの答案だけでいいです見るのは守りの答案だけでいいんだけどただちょっと物足りないなみたいなところを攻めの答案でちょっと詳細に見てみようかみたいなねそういう使い方がいいと思いますわええあのー、基本的にもう守りの答案暮らいし 守りの答案すら書けないと思いますからね、えー、実際は、うん、だから守りの答案レベルでいいんですよ、ね、例えば侵害系の問題なんかねよくあの模範答案にありがちな差し止め請求の定義とか特許権の侵害の定義とかあるじゃないですかであんなのね書かないですよ私は、えー、聞かれたら書くけどね差し止めの定義侵害の定義を書いた上でとか問題文に書いてあれば書きますよでもそか聞いてもらないことは書かない ね、だから攻めの答案というのはそういうところまで真面目に書いている答案だと思ってくださいで守りの答案もうそういうのはいらんとねで均等論が出たとしてもですよあのー、ほらあの論文の王道的な書き方はそのまず規範定律があってそのその後当てはめじゃないですか規範定律というのはまず一般論書いてね当てはめというのはその事案に応じたその要件の当てはめですよねつまり えー、要件を満たしているかどうかのチェックです項目ごとに筋トレは5つの項目ありますね5つの要件というか、まあ、それを一つ一つチェックしていって、えー、全部満たせば均等侵害だというふうに結論づけるでしょでもさ、まあ、それは攻めの答案としてはふさわしいのかもしれませんが実際ねあの時間がないですよあと紙面もねないんですよだからね私はこれ私の指導方針ですけど あのー、もうよほど暇じゃない限りはあの規範定律はもう省けという指導方針です、ね、だから攻めのとは真面目に書きますけど規範定律当てはめ結論で書きますけどねもう守りのとは規範定律やらない当てはめの中でその均等論のご要件をねその示しながらあの満たす満たさないとかもう同時進行でやっていく方が効率的ですねっ まあそういう感じ。はい。えー、これなんかね、なかなかいいですよね。パリ条約っていうのは、もともとほら、あの、条約だからね、まあパリ条約だから、国内法じゃないんですよ。なので、こういうところまで気を使ってますよね。そのパリ4条 B を、特許法26条を開始して、その我が国の方につなげているという。ね。26条って知ってるまあ、あの、あれですよね。 まあ、ワンポイントリリーフみたいな感じの条文なんですけど一、ねえーまあ、回見ておきましょうか、ね、26条、はい、条約の効力という条文です、はいえー、特許に関しあ条約に別案の定めがあるときはその規定によるほら、ね、だからパリ優先権に関してはパリ条約は詳しいわけですよだからあ条約に別段つまりパリ条約にあのちゃんと定めがあるときはそれによると。 だからつなげてるんですこの26条でその我が国特許にもねこのパリオン b の考え方が応用されるよといううんうんね、まあ、ちょっとオレンジで塗っときますわね論点だからねそう色の使い方にも慣れてね私の普段の授業を受けてる人はね大体いい色の使い方はわかると思うけどあの、まあ、カラフルなあ書いてるわこのねこのレジュメにほらあの 1>, 1ページに俺の蛍光ペンの使い方役割分担が、ね、書いてありますからまあ見といてください、ねうん、7色あると思うよ12345677、ね、色のフィナーレじゃないですけどねはいあ7色7色のフィナーレというのは私の好きな曲です、はい、さあそれではえー、っとおーえー、っとですね でちょっとあの守りの答案はどんな感じかというとあのあやっぱ書いてるね守りの答案はね今ほらあの攻めの答案が4行だったところが、まあ、2行に収まってる感じですか、ええね、そ,のそういう意味ではさすがに守りというか簡潔になってていいなと、ね、ほらただ抜かりないねやはりこのパリオンビート特26条は外せないということでねあのきちっと出てますわね。 うん、そうまあじゃああえて言うとどっちを外せないかというと、まあ、パリン b は絶対外せないかな特26条はまあ最悪なくてもなんとはなります、ね、パリン b がとにかく重要ねはいまあそんなところですわあとねまあ出題の意図とかもちゃんと書いてるしね あのー、さらには解説はそのバックグラウンド的な背景みたいなのも書いてますよ。えー、で判例なんかもね出た,出た場合にはちゃんとこうやって紹介してるしね「うん、ね電動性繊事件ね肉の2とパリ優先権の関係なんですよ」って言って時系列もね表しながら、うん、そうでしょもういろんな応用的なところまでねやっていきますからそうそうこの,この時系列に皆さんおなじみですよねこれ国内優先権だとね その先と後のすがに挟まれた相手方すがんというのはその先のすがん A が公開されたものと見なすことによってあの肉の荷でやっつけると A が B をやっつけるなんだけどこれはあのパリ優先権だから A がみなし公開となるというあの条文がありませんなのでもう C でもって B をやっつけると、ね、A はそもそも日本のすがじゃないし、うん、A で B をやっつけるわけにはいかんのよ。ね、日本に入ってきた巣じゃないから 日本になされたすがは C だからあくまでだから C でもって B をやっつけるという、ね、それがパリ優先権の流儀です、はい、であとねこれすごいね方式審査便乱なんかも載ってますよ、ええ、これはどうしようというとねちょっとこの今回の、えー、今回というかその去年のこの回の当連がですね確かね在外者あこれですちょっと青ペンで塗っていいですかねはい えー、特許協力条約締約国 X 国在住の日本国民、こう渡るわけですよ、X 国在住、だから、在外者なんだね、これ、こうは、在外者ですよ、なので、えーっとあのまあ、特管人が必要と、特許管理人のことですよ、われわれ弁理士が外国人の代理人になれば特管人という名前になるんですよ。 ね、で特管人におらないとどうなるかっていう効果を多分書いてるんだと思います、ほら、特管人ね。うん、書いてるでしょで、えーっと、ちょっと攻めのトーンで見ていきますわね、財、え、会、ー、者は、政令で定める場を除きで、これちょっと黄色で塗っておくいいよ。はい、で、財会者はあの、そうですね、青でも黒でもいいですけど、財会者は特許管理人に、 寄らなければ特許管理人に寄らなければ手続きはできない。ね。特許管理人はピンクでいくよ。うん。いい人だからね。うん、で、こうは、うん、在外者であると。そうだね。これは理由付けにしようか。こうは日本国民あではあるけど、X 国在住だからね。在外者は一郎とかみたいに。一郎もアメリカに住んどるやろ。日本人だけど。在外者やで。はい。で、よってこうは、うん、よってこうは、 あの特製例、これ特許施工例、ね、1条1号2号に掲げる場合は黄色ね、で次、青で塗るよ、はい、よってこうは、はいえー、お覗除き、えー、特許管理人、ピンクね、特許管理人はいいやつだから。はい でまた戻す悪い結果が待ってるよ。によらなければ、以下の手続きはできず、はいで。しかも特許管理に、によらずに手続きをすると18条の2却下が待っちょるよという。ね。18条の2却下。で、うん、それが、えあ,あの、なんだ、方式審査便欄15.20に書いてあるんですよ。ちょっと見ようか。ほら、そういうところまでね、ちゃんと紹介しますよ。ね。 手続き格がねえー、っとね18条の2却下になるよとほらイカの場合には出願却下18条の2によるこの出願却下になるよ定。で今日出した問題がほら在外者が日本国内に住所許証を有する代理人によらないであ、まあ、特許出願なんかをした時と出願をした時とほらねどうですか 特許管理人におらないでやっちゃうとそういうことになるということだね。えー、はいそんな感じでどうでしょうか。うん そうね、ここにいろいろ書いてますよ、特管人におらないで出願をしたとかね、えーまあ、そういうところだわ。うんはい、であとね、逆にその政令で定める場合には特管人におらないでいいんだよ。うん、なぜかというと、ほらあのまあ、日本に滞在する場合ほら、日本に滞在する場合とかね、あと、そうですね、在外者が特許出願。 うん、特許出願その他あ経済産業省令で定める手続きを自ら行う場合あ要するにあの自分でできる場合と、ね、自分でしっかりも自信があるという場合ですね、うん、例えばどういうい場合ですかそう、ね、例えばほら日本の便利資格は持ってないんだけどアメリカのパテンター等にとかだったらさ意外と日本の実務にも精通している人いますからね。 うん、そういうのが例えば企業の知財部にいるような会社の出願これも代理人つけなくていいじゃないですか社内弁理士ね、うん、あのもう社内弁理士ですごい有能なのがいると「あの弁理士じゃないけどパテンタートニーで日本の資格はないけどね、まあ、そういうのがいればもうあの代理人なしでいいんじゃないの特管人なしでねそういうことですわ。ね まあだから,、ね、このほら自分でこう調べようとなるとなかなか大変な知識もその補いながら、ね、やれるといったところがこの論文上級当連の魅力でもあるんじゃないかなという気がしますが、ねえー、どうでしょうか。はい まあそんなところですね。はい、じゃあですね、えー、っとまあ論文上級討論のね、えー、まあ特徴が分かっていただいたかなと思いますんで、えー、まあ皆さんぜひ取っていただきたいなというのが私の希望でございます。まあ私の希望というか。 まあ、み皆さんのことを思えばということですけどね、うん、あと、まあ、審査基準の講座なんかもね担当なんかで練られてるところが審査基準から出てるんだよねこれ、うん、このほらあの令和2年の、ねえー、9の3とかねこれはあの審査基準知らないとできないよ、うんまあ、最後にこの話だけしとくけどこれね、あのー ほら出願人同一の場合には二、えー、29乗の二で拒絶されないというのがまあ基本知識だよねもう出願人同一の場合には。でねこあの一方がまあ一方というのは公とおつがいて公がね国内優先権主張すると。あ,あで、えー、そのえー、っとですねあの。 他方オツは、まあ、あの普通に特許さんをしてるんだけどあっというか図を描けばいいんだよ図を描きますわせっかくだからねはいじゃあいいですかこのね事,例事案に合わせますよ、ね、A をしたって書いてますよね A をしたと、うん、その後うん公開前にオツが B をしたんだね はい、B をしましたよと。で A の公開後 A が公開されたんよねはいで、A、公開後に受ける権利のあー移転が行われてますねえー、っと A の名義が「オツとなる」って書きましょうかうんうんオツとなりましたよ。あなので まあ B、A, A の出願人、こうで、おつの出願人、あじゃあ B の出願人、おつだったのが、えー、A もおつになったんですね。えー、だからあの、B の時点では出願人が違いますよ、うん、ちょっとメモしときましょうか、ええー、これね、おつが B をした時点では、これ、出願人が異なってますよね。出願人が ところがね、いいですか、その後、B を基礎とする優先権主張出願 C をしてるんですよ、この辺で。この辺でね、いいか、うん、C をしたと色、色 C、はい。で、これあの、国内優先権だからね、41条って書いておくよ、はい。そうすると、おい、どうだ、この C の時点では、 出願人が同一やねいか、これ。ああ、どうねん、あーちょっと C の時点では、出願人同一となってるわけよ。はい。なので、まあもちろんね、基本知識としてね、あの、出願人同一の場合には拒絶されないという知識がありますから、その、 C がどうなるかという話なんですけどね C はどう話がいたって B よりも前に遡らないからこうの,の A に負け取るわけですよ、うん、負けてるけどあの果たしてね、えー、出願人同一で拒絶されないのかいやいや B の時点で出願人が違うから拒絶されるのかっていうねそこですよねこれそういう意味で難しいんですよええー、これね肉のにで拒絶 どううだと思うされないんですね、されないんですよ、ええ、でそれはどうしてかというとねあの、はい、ここに書いてます、審査基準にちゃんと、ね、書いてるんですよ、ほら、ええ、後の出願時で判断するよと、ええ、だからこっちの方です、こっちの C の方で判断すると、ええ、こっちの B じゃなくて、これ、審査基準知らんと無理ですわ。 ーしょうがないね、条文見てもそういうこと書いてないから、あ,、ねまあ、あとはね,あのそうですね、審査基準がまた変わりますから、皆さん、去年変わったって,ってね、あの安心しないようにね、あの4月1日にこ今年の令和3年ですよ、4月1日から、この物品の区分というところがところになりますから、ほらところ。 物品の区分がところになりますから、偽証法七条ね、ところさんのなんちゃらかんちゃらじゃありませんよ、ね、ところになります。はい。えー、とだから物品の区分という概念なくなっちゃうんだね。えー、そうなんですよ、えー。理由としてはですね、えー、あこれ審査基準か。うん。 まあ、あの理由はねこれあれだな青本能が何かいいような気がするな、うん、そうねまあ一つはね、まあ、今までえー、まあだい長年にわたり、えー、その物品の区分を変えてこなかったのでその今の時代にね、えー、対応しきれなくなってきてるというのがまず挙げられますね。 柔軟に対応していく必要があるという。それからもう一つはね、その一質癌、あの複数症一括質癌が,ができるようにするため。ああ、まあそういうところがあのありますかね。うん、複数症にかかる。あ、ここに書いてるわ。はい。 ちょっと緑でいきますよ複数異床にかかる出願を一つの願書で行う手続きを認めつつっていうね、うん、まあそういうことですわ。まあポイントはだからもう一回言うとあの従来の物品の区分に、えー、肯定されない、うん、あの柔軟な出願ができるようにする。ね、でもう一つは複数異床一括出願ができるようにするっていうねまああの二大テーマ。 これがあの新しい7条のテーマになります。はい、で、えー、特にその物品の区分にとられない柔軟な素顔というのはね、これ見通しんだけど、これはさ、上位概念のいわゆる総括名称じゃない、これ、ほら、総括名称ですよね。あの基本、だめなんですよ、総括名称ね。これだってな、なんかはよくわからんじゃんが、画鋲なの、これ、ドリル、よくわからんよね。ところが、おい、食器はどうや、食器。 食器も実は上位概念なんですがちゃんとねあの物品はその食器だけど衣装にかかる物品の説明でより具体化されてるんですよ食卓用の皿であるとえだからこれ OK の具体ですこれこれ OK ですあの図見てもねあの皿に見えるでしょ食卓用のうんなんかダーツの的みたいな感じもするけどねアーチェリーの的みたいなねま,まあいいわあの百歩譲って「おお皿だろうな」みたいなね はい、で次、履物基本だめですよ今までの,の7畳からいくと履物も NG ですよ即7十円半ですよでも今後は、ね、絵を見てあっ、靴じゃないかとこれこれもう明らかに靴じゃないかと履物の中でも、はい、で衣装に隠る物品の説明がなくても,もう図で分かるとはいこの、OK、ですだから今後は、ね、あのその総括名称だからといって 頭ごなしに NG とはしないと総括名称ねだからといってあ、まあ、NG の具体例ではありますけど一番上はああで下2つは OK ねで皆さんねあの今俺が見せいる審査基準のあれですけどあれ先生こういうの載ってませんよっていう人もいるかもしれないそうですこれは載ってませんよ今の審査基準未来系です いいずれこううなりますすというの,をあのちょっとサンプル的に出したんですよだから、まあ、そういうところも学べますから、うん、多分4月にならんと出会うのでしょうけどねそれじゃ間に合わないからねちょっと今のうちにこういうの知っておこうとそういう意味でもそのベースアッププラスのそのプラスの部分がね審査基準攻略講座っていう位置づけですけどもあのまあそういう。 特色のある講座だということをあのご理解いただければいいと思います、ね、審査金の先取りもできるぞという意味でということで、まあ、約1時間にわたり私がいろいろとお話をしてきましたが結局論文上級当年とこの審査基準攻略講座がどんなもんかというね、えー、いうところをねあの紹介させていただいたわけです、はい、さあそれでは皆さんあとはもう皆さんの判断次第 ね、いつも言ってる通り、あり合格に必要な要素というのは、まあ、合格だけじゃないですよ今後皆さんが受かってからも必要な素質は決断力ですええ決断力の,ああのない人は、まあ、多分ね何をやってもうまくいかないんだと思いますよええ物事には慎重さが要求されるけどあの大体ね <laughs> うまくいかない人ってね、石橋を叩いて崩してるんですよ。あ,あ一番人生でもったいないというかつまらない生き方を知るパターンだと思います。石橋を叩いて崩す。慎重になりすぎてあの前に進まないね。それよりね、どんといって失敗してもいいじゃないね。まあもちろんもう失敗したら随縁どんになるような失敗いか,いかんよ。なんか犯罪だとかね。<laughs> そういうのダメよ。ああ、そそういうのじゃない限りはあのいいんじゃない。 うん、そうですよ、うんはい、さあやっぱりね今のほら、ね、政府にも求めるのは決断力ですよ。ね、あのいろんないろんな利益団体のことを考えるとねそりゃ、ね、悩むけどそういうこと言ってる場合じゃないでしょう今、うん。いろんなその,、ね、あの利権が絡んできますんでそれは。 判断が難しいの分かりますよオリンピックとかもそうだけどねでもそういうこと言ってる場合じゃないと思いますよねはいまあまあ皆さんはそういうことじゃなくてまず目の前のお合格すること念頭に置けばねどういう判断を下すべきか分かりますねはい以上で終わります、えー、それでは論文合格発表後からでも挽回できるということで、えー、今日はあの「論文上級トレン」フル活用術ね、えー をあの解説まあ紹介させていただきましたね。あちなみにあの採点はね採点講師まああのこ解説講義は私が九十分やるんだけどあのこれは言っとかないと採点はねちょっと私ではありませんのでその点はご了承くださいね。あのまああのなんていうか上級当連だからそれなりの書起用しますよ大丈夫ですあのまあ上級当連なので。 まあ、低級な当連でも対応できるような採点者ではなくて、まあ、ちゃんとそのこの人はしっかりしてるなという人を起用してますんで、ね、あので、まあはいまあ、それとなんかあの採点に文句があれば、ね、あの本部に文句言っというか、ね、これはおかしいんじゃないのってあのちゃんと、ね、クレームというかそのあの論理立てて言ってくれれば、ね、あの対応しますからね、はい、さあそれで終わりますね。 講師宮口でした。